奇遇だね。君たちも来たんだ。幻遊野郎、どうしてここに？目が覚めたらいい香りが漂っててね。その果実の甘い香りをたどったらここに着いたんだ。うんうん、このお酒に使ってる果実、とっても甘い匂いがするよね、クレーマさん。実は大事なことを思い出したんだ。君たちがお酒の入った酒樽を地面に埋める前に、もう一つやっておかなきゃいけないことがあってね。え？まだ何か足りないの？レザ、ボトルに入っていた半分のサウザンドウィンドブリューの匂いを覚えてる？少し苦味が混じってたでしょ？ああ、あった。そう。その苦味が結構大事でね。つまり、これのことさ。タンポポの種？ダンディライオン種はもちろん知ってるよね。モンド人にとって、風は魂を連れ戻し、記憶を保存しておくことができるもの。タンポポの種は、その年の最初の風を集めてくる自然の宝石のようなものなんだ。それを酒樽に入れることで、その当時の風も保存したことになる。こうやってビシュはその瞬間を記憶し、永遠に留めてくれるんだ。つまりサウザンドウィンドブリューは最初のダンディライオン種なんだよ。おー、すごい、クレーたちのことがお酒に記憶されるんだ。どうして決まった味がないかというと、入れる材料は完全に自由だからだね。